だな、これ知ってますなんですけど、今日いきます。今日ですね、けん玉がまた流行ってるという話聞きましてね、しかも普通のこうけん玉っていうストリート系のけん玉ということで、こうけん玉のこう、まあ、丸いやつと糸がいろんな色であったり、このボールがこうカラフルだったり、持つところもカラフルだったりということで、もうストリート系の若い子たちがこうけん玉をこうパッ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 とこうなんか遊ぶのが、まあ縄跳びとかでもありましたよね、ストリート系の縄跳びとかね。そんな形で大変非常に今けん玉のストリート系がですね、日本だけじゃなくてアメリカでも流行っているということですね。なかなか面白いもんですね。いろんなとこどこで流行るか分かりません、本当に。松尾所長、これしてまた今日はですね、ストリート系のけん玉のご紹介でございました。どうもありがとうございました。フェードアウト。で、ここ半分出れるかな、お前言ってないかな。